魂ごめんでスタメンコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とアシスタントはチアドラゴンズ2015滝戸美恵でお送りします。どうぞよろしくお願いします。 DD 知得情報のお時間です。お得な情報をお伝えするかもしれないこのコーナーね、はい、毎回非常に緩いんですけども、はい、今日はですねいつも以上に緩いです我々がトークをしている裏でですねこの、はい、セットの撤去が始まるそうです。はい、はい、一緒に見といてください。見といてください、はい、まずは、はい、景気のいい話からいきましょうか。はい、お願いします。聞きたい？聞きたいです。聞きたい、はい、はい、ですねまず皆さんねこれいまいちお気づきでない方が多いというのもあまりね新聞とかでも取り上げられてない話なんですが、さらに前置きを言うと別にここを目的にしていたわけではもちろんないんですがっていう話ね。はい、今年の名古屋ドームでのドラゴンズここまでの戦い34勝29敗3分けということで昨日の勝利をもちまして名古屋ドームでの今季の戦い勝ち越しが決定しています。ありがとうございます。これもひとえに皆さんのね聞いてる聞いてる聞いてます聞いてます聞いてますよ。本当聞いてます。本当に誰のおかげだと思います？皆さんの応援のおかげです。そうですよね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうなんです。細かい話をしますとホームでは36勝30敗3引き分けということでこれはご存知の通りあの浜松とか豊橋とかあの分が入ってますからね、名古屋ドームでは34勝29敗ということで勝ち越しが決定していてさらに今日から残り皆さん名古屋ドームあと何個だっけ？あと3試合です。そうです、3試合。この3試合に勝つと実は名古屋ドーム引き分けを挟んで7連勝になるの知ってました？そうなんですよ。実は9月6日の阪神戦から阪神、ヤクルト、ヤクルト、広島、広島これ引き分け挟んで現在4連勝なんです。はい、楽しめるでしょこういう話、で皆さん覚えていらっしゃる通り今年名古屋ドーム開幕何連勝でしたっけ？あれ7連勝しました。そうなんです。最初と最後ぜひ7連勝で締めくくりましょう。皆さん盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、そんな連勝にちょっと貢献してるんじゃねえかって思えるような話、はい、例のあれでさ、例の最近ね僕好調なんですよ実はね。昨日このステージで言うの忘れたんですけど、あれ一昨日の試合だったかな僕、はい、差し入れさせてもらいましたよね。はい、差し入れいただきました。あのチアドラゴンズさんの控え室にも差し入れを入れさせてもらったんです。何食べた？わらび餅を食べました。おー、どうだった？すっごく美味しかったです。あー、そう、はい、美味しいのには訳があるんですよね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんがここから徒歩10分圏内にありますね、ドラゴンズ OB でいらっしゃる山田菊夫さんの出してらっしゃるお店、わらび餅とあとコーヒーも楽しめるということで行ったことある方、あ、意外とまだ少ないですね。もっとぜひ足を運んでいただきたいです。本当にね徒歩10分以内のところにありますので、山田菊夫さんがやってらっしゃる、こちらは菊餅ロマンテー、菊餅喜びが来ると書いて菊餅です。これいいネーミングでしょね。これ食べたら勝ったよね。勝ちましたでしょ。はい、これ誰のおかげ？長谷川さんの。山田菊夫さんだよ。山田菊夫さんですよ。山田菊夫さんのおかげです。はい、ね、ぜひ皆さんね、もっともっとお召し上がりいただきたい。本当美味しいよね。でもね、すごく美味しいです。本当にね、一個一個大きくて餅も、うんうん、でも粉がちょっといっぱい口の周りについちゃうっていう。ああ、そこがまたねお茶目でいいよね女子は ね。あれちなみにさ、あの日チアドラゴンズのメンバー11人ぐらいだったんだけど、はい、僕確か20個ぐらい入れたけどさ、はい、どんな配分で食べたの？あと3つぐらい食べたでしょ？いや食べてないですよ。本当に食べてないですよ。あ、そうですか。一人1個半ぐらい食べました。1個半ぐらいね、仲良くお召し上がりいただいて、はい、はい、ではではそんなですね福を菊を、喜びを持ってくるお餅の話もしたんですがその前にちょっと遡ると広島戦、ね、昨日おとといらした方はご存知の通り黒田投手対策ということで黒田さんクロワッサンを食べて見事攻略しました。そして昨日すごかったですね。前剣相手に何点取ったんでしたっけ？7点8点、だら勝ちしましたよね。男前ケンちゃん豆腐食べましたよ。ありがとうございます、はい、最近いいでしょ？すごいですね。でしょ、はい、だから調子に乗って今日もやっちゃいます
はい、今日の先発投手教えてください。ジャイアンツ、はい、ジャイアンツは高木隼人投手、ドラゴンズ若松投手で午後6時試合開始です。はい、というわけで、まあこれね、ある意味新人王争いという意味でも大事な戦いになってますよね。共に8勝同士、まあ、横浜ベイスターズの山崎投手がすごいセーブ数なんで、まあね、なかなか厳しい状況かもしれませんが、まずは高木投手に打ち勝って、9勝目若松投手の先に上げてほしいですよね、皆さんね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで高木隼人、はい、高木隼人最近好調だから、はい、母音だけで許して、母音だけ、はい、母音だけ高木隼人赤木隼人赤木隼人そんな元気なくさなくても大丈夫です。大丈夫？大丈夫です。俺働いてるよね。はい、ちょっとね、今日イオンの品揃えが良くなかった。あ、そうなんですね。イオンが悪いよね。イオンのせいにしてはダメです。すみません。というわけで、この赤D牛乳を飲んでですね、今日も攻略していきたいと思うわけでございます。はい。そしてタオル、はい、次はタオルの話題です。はい、毎日展開していますが、見立てちょうだい。これタッキーバージョン？これはタッキーバージョンです。おー、来ました。どうぞお持ちの方掲げてみてください。これね、この D ステージ DD 知得情報担当日に限ってね、はい、あれまた違う方だよ ね、 あれね。違いますね。あれ誰の？あれ、あれは夏里ですね。あ、あの奥のは、あれはリナさんですね。あ、そしてあれはサナエですね。 あそこはあれはアヤカですね。 あそこはあれはアカリですね。そしてそしてシオンですね。あれ、私のタオルがないぞっていうことですよね。おーねー、ちょっとプンプンだよね。ぜひ皆さんインターネットでぜひお買い求めください。はい、タッキーバージョンね。あ、可愛らしく映ってるじゃん。え、本当ですか？実際の方が可愛くないですか？それはもちろんだよ。ありがとうございます。ぜひ皆さんお買い求めいただければと思います。さあ、というわけでここからはですね、ゲストをお呼びしたいと思うんですが、昨日告知していました、そしてインターネット、公式ホームページでもアップさせていただいていたんですが、野球大好き芸人集団ベップの千葉ドラゴンさん、お招きする予定だったんですが、どっから来られるんでしょうね。大渋滞に巻き込まれたと。あら、そうなんですね。で、どうやら今日のプレイボール直後ぐらいにここ着くんじゃないかと。なんで D ステージに出ることはちょっと難しいそうです。ね、期待されていた方申し訳ございません。というわけで、代わりにと言っちゃなんですが、ということで、さっき後ろに美女がいっぱいいたよね。すごい美女がいっぱいいました。若いよね。若いです。若い、はい、絶対直球女子ブレイボールズの皆さん、この後ね、また歌って踊ってというステージがあるんですが、その前に一足早くお呼びしてですね、ちょっとお話を伺っていきたいと思いますので、皆さん盛大な拍手でお迎えいただきたいと思います。絶対直球女子ブレイボールズの皆さんです。勢ぞろいです。では簡単に一言ずつ自己紹介をしてもらいましょうか。はい、では私からです。はい、はい、皆さんこんにちは、出番号です。マイク入ってる？あ、私別に声がでかいんでマイク、あ、そうでかいね。皆さんこんにちは、出番号7番のハンター翔子です。よろしくお願いします。はい、他の皆さんはどうなの？マイクいるよね？いるよね、うん、これ出ない、出ないんですね。出ない、スイッチ、スイッチ入れたら、じゃあそのはい、はじめまして、背番号2番愛媛県から来ました越美咲です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてそして、背番号10番の篠塚つぐみです。神奈川県から来ました。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いてどうぞ。こんにちは、埼玉県から来ました、背番号73番の奥愛理です。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、
隣の三重県からやってまいりました背番号12番の水木あやめです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。大阪から来ました背番号8番広島あかねです。よろしくお願いします。はい、そしてキャプテンですね。はい、みな、はい、さんこんにちは、背番号13番大道寺葵です。ちょっと大きくてびっくりしましたね、ごめんなさいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、もうそういうの流行ってんの。流行りですね、もう困るな本当に。嬉しいですよね。じゃあちょっとまだご存じない皆さんのために、この絶対直球女子プレイボールズとはどういった集団なのかということをトーク担当、はい、マイクありでもなしでもどっちにせよ、あのじゃあここはありで、はい私たちプレイボールズはですね、野球好きアイドルとして活動しております。はいはい、以上。あ、もうだってそのものそのまんまですもん。あ、そうなんだ。いただいているプロフィールですと、はい、例えば高校野球部マネージャー、大学野球部マネージャー元チアリーダー、元ソフトボール選手などなど、はいはい、野球にまつわる皆さん、まあ、たくさんね、皆さん野球に携わってきてるんですけど。あ、なるほど、はい、そうは言ってもさ、なんか可愛らしい女の子が揃ってて本当に野球やってたの、はいはいはい、みたいなイメージがあるもんだから、あ、ちょっとじゃあ一発見せてもらいます。見せて、じゃあどうしようかな。キャプテンのあれがいい。じゃあキャプテンのあれでいこうかな。あれ見たら結構たじろぎますよ皆さん。はい。私だけ野球に関わってなかったんですけど。野球やってなかったの？そうです。この人野球じゃなくて新体操をずっとやっててですね。あ、そうなんだ。ちょっと見てあげてください。はい。新体操の全国選手だったそうです。お、構えて。はい。構えて。あった？投げたー。あ、今注目すべきポイントはここの足の。ですね、大丈夫ですか皆さん、ついていけてますか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや、すごい。これ往年のね、あのドラゴンズにも在籍してらした西本隆さんのね、オールドファンの皆さん覚えてらっしゃいますよね。こうすごいピーンと上がる、タッキーちょっと悔しくないかい。悔しいですね。チアドラゴンズ代表として、はい、ちょっと代表として一発やらせてもらいましょうか。大丈夫、負けるんじゃない。大丈夫、行ってみましょう。え、どんな感じ。 バッターじゃないよ、ピッチャーだよ、うんうん、ビューンと上げる、ビューンと左足を。おお、オッケー、ナイスボール。いや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 、タッキーもさすがだね、うん、でこのね、皆さんね、さっきステージ裏で非常に印象的な行動だったのが、はい、あれなんか儀式なんですか。あの丸くなってエンジンの、あ、いや、あのなんかバチンバチン背中叩いてますね。あ、何やってる。あれはまあね、メンバーちょっとみんな緊張してるんで、うん、まあ、キャプテンの大道寺から気合の験担ぎということでですね、皆さんね、まあ、メンバーね、一人一人こう背中をバチンと叩いて気合を入れるという、プレイボールズならではの本番前のテンションの上げ方です。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、誰が生贄になります。はい、あ、じゃあ生贄にふさわしいとか言うんじゃない。あ、じゃあちょっと横で見えやすいの、皆さん結構な勢いで入ってたんで、はい、オッケー、こんな感じですね。とても地味なんですけど。いやいやいや、で今ねバッチリ気合入りましたから。結構重低音でしたからね、うん、いい音してましたし。これチアドラゴンズもこういう儀式はある。いや、実はやってるメンバーはやってます。あ、そうなの。なんか緊張しちゃって、うん、オープニング前とかはすごい緊張してるので、はい、こうメンバー同士ですごいバン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 叩き合ったり、でも私はそんな叩いてもらうとかはしなく、うん、私は自分でなんかちょっと流れ的に避けてるよね。いや、私は、ええ、いや私は自分で自分を痛めつける感じなので。何？大丈夫です。それはそれでちょっと興味深いけど、それはお見せできるもの。あ、大丈夫です。あ、どうやってやってんの？緊張をほぐす時、私は、うん、ここをすごい勢いで男前だね。すごいここを叩くと気合入って、もうバン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 叩いてます私。こんな芸人さんいなかったっけ。ねえ、あ、いいですね。それぞれのね、リラックス方法があるということで。さて、そんなプレイボールズの皆さんなんですけども、ちょっとね、あの気になるのは背番号でもあるわけですが、バラッバラだよね、はいはいはい、そうなんですよね。なんで、普通に別に全然みんな好きな番号なんですよね、これ。特に意味ある、みんな。これそこ私もね、あんま聞いたことないんだよね。特に意味ないよね、別に。特に意味はないんですよね。ずいぶん繰り返すからよっぽど意味ないんだね、じゃあ。はい。あ、そう。何も意味ないんですけどね。でもね、一番やっぱ大きな背番号は興味あるなと思って、73番。何なの？
73番はどうして73番なの？ワンピースのナミさんが好きだからです。でしょ、ほらね、何もね、別に今日ね野球に特に別に関係ないんですけどね、背番号は、ね、みんな好きな番号を。なるほどなるほど、わかりました。はい、大体皆さんどんな方たちなのかお分かりいただいたと思いますけども、おのおのね、先ほど出身県というか出身地をお話しされてましたけど、はい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 、基本的には関東で活躍してらっしゃる今活動は。そうですね、東京、私たち東京で活動して、東京から来たってことですね。そうです、今日もはるばる東京から。東京から来たんですよね。はい、ここ D ステージ、ドラゴンズの本拠地ってことは十分ご存知ですよね。ご存知です。ドラゴンズのファンですよね。はい、はい、ファンですよね。もちのロンですよ。ですよね、はい、三重県だもんね。だよね。好きな選手って誰ですか？朝尾とか言っとけ。朝尾選手が大好きです。朝尾選手かっこいいよな、かっこいいよな。なんか皆さんお分かりいただいたと思いますけども、こんな皆さんですけどもね、あと告知しておきたいことがありますよね。はい、私たちですね、一応 CD と DVD が出ていまして、本日物販というものがないんですけど、プレイボールズのオフィシャルホームページにて CD、DVD お買い求めすることできるので、この後こちらのステージで私たち披露させてもらうんですけど、その中で披露する曲も入ってるので、皆さんちゃちゃちゃっとプレイボールズとパッ、ね、検索してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。というわけで、後ほどステージがありますんで、改めてですね、その時ですね、大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。まずは一旦お見送りしましょう。絶対直球女子プレイボールズの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞどうぞ。はい、戻りください。だけありがとうございました。というわけで、DD 新得情報のお時間ですね。今日も魂込めてスタメンコール、ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠と、アシスタントはチアドラゴンズ2015滝戸美恵でした。ありがとうございました。ありがとうございました。残り3つ勝ちましょう。7連勝で締めくくりましょう。心身を捕まえ戦う谷